どうも、ビエレスパサがやってきてと思います。はい、今出てるガチャは無課金、美課金はどうするべきなのか解説していきたいと思っております。ガチャの種類としましては、ダンマチコラボ、ループガチャ。で、ダンマチコラボの優勝限定ガチャ。で、あと、レミリア水産高校、育成超応援ガチャ。トップ下、育成応援ガチャ。レジェンド新登場ガチャ。こちらの5つとなっております。まあ、皆さんがね、まず気になるとすれば、ダンマチコラボ。この3体のガチャだと思われます。まず、この3体ね、強さをアピールさせていただきます。はい、まず、ヘスティア。こちらは過去最大級のやる気ボナ持ちでございます。やる気 200% ということで、しかもランクアップ金徳は2種類選択で獲得できます。さらに、金徳確定でございます。ね。これは、まあ、先人何高校であれば、防波堤一択となっているんですけども、今後、ね、防波堤のキャラクターが出たとしても、芸術的スティールのキャラクターとしても使えるという大きな強みがございます。まあ、先人谷高校であればもう上が来られてもやる気ボナ 200% なんで、さすがにすぐに防波堤のやる気ボナ 250% とか来ないと思ってます。まあ、それであれば先人谷は確定。で、それ以外の高校でもどちらかね、持っていないとか、使いづらいとか、まあ、ディフェンススタミナの上限アップあるんで、まあ、こちらの方が強くなると思います。なので、まあ、新たにね、どちらかの強いキャラクターが来ても、まだまだ生き残りそうなキャラクターとなっております。まあ、金徳確定っていうのもでかいよね。ありがたいです。はい、そして、アイズ・バレンシュタイン。こちらは、まあ、自分的にはレムリア水産高校で使いやすくなっております。まあ、前線のガソリンタンクは今までカルロスいました。カルロスがいたんですけども、ね、光栄。ちょっと使いづらかった。まあ、光栄って言っても、センターバック。であれば先人何高校、まあ、これが良かったから、まあ、結局やる気ボナなんでカルロスになってしまいますが、まあ、ボランチあたりがね、キャラクターがいなかった、まあリムリア水産高校のボランチ、まあ、このアイズバレンシュタインが強いと、まあ、ガソリンタンクエアリーイエルと、しかもね、上限アップがテクニックとディフェンス、まあリムリア水産高校のボランチ作ってくださいよって言うみたいなもんです。しかもスタイルにアンカーもらえる、で金徳2金徳確定と、まあまあまあ、使いやすいけど、局所的になってしまいます。使うとしても、局所的なキャラクター。まあ、レムリア水産高校のセントラルミッドフィルダーでもこちらでもいいのかもしれませんが、それ以外であれば、自分はまだカルロス買っちゃってます。あとは、あれだね、岸戸高校のセンターバック。まあ、そのあたりはこのキャラクターになるかもしれませんが、今のところ、最先端で言えば、まあ、レムリアのボランチ。専用キャラクターとなってしまっております。はい、まあその辺を考えるとちょっと微妙かもしれませんが、今後ディフェンス高校はね、先陣何高校以外であればこのキャラクターの方が使えると思いますので、まあ持っておいたらいいかなっていうぐらいのキャラクター、このキャラ、ヘスティアに比べるとまだ重要度は低いのかなと思っております。はい、そしてリュウ・リオン。こちらは精密機械の、金属キャラクターでございまして、オフェンステクニック上限アップで、このキャラクターが使えるとすれば、もう海王山高校だと思ってます。自分はね。精密機械、ね、取るとしても、セントラルミッドフィルダー、トップ下。まあ、このあたりのランクアップ金徳となっておりますので、そこで使うキャラクター。で、レムリア水産高校に至っては、最後に精密機械もらえるんですよ。で、才能開花、ね、上限アップしていれば、最後ね、ギリギリ技術乾燥しておけば取れる。星3枚取れるということもありまして、このキャラクターはちょっと使いづらいのかなと思っております。まあ、正直このキャラクターは今現状の、キャラクターで考える、高校で考えるとちょっと使いづらいよねと思っております。まあ、海王山高校では使いやすいんですけども、現状海王山高校がトップの高校かって言われると微妙。まあ、そうだね。トップ下って考えると適正的には高いのかもしれませんが、なんとも言えないよね。まあ、自分はそのリュウ・リオンをメインアカウントで引いてしまったので、ちょっと何かしら使えないかなと今模索中ではございますが、当たり具合的にはヘスティア、バレンシュタイン、リュウ・リオン、まあ、この順番かなと思っております。まあヘスティアがすごい強い。でもこのヘスティアね、結局のところ50にしたらやる気も何やっていうのがあるので、無課金美課金ではね、そう簡単に50できないんですよ、ね。しかも自分の場合、やる気ボナ捨ててます。自分のサバカ、やる気ボナ捨ててます。まあ、先人の高校はやらないとか、決めておりますので、サバカの方ではね。このキャラクターは引かなくて済むし、まあ、
バレンシュタインもリュウリオンも正直、まあ強いけど、強いけど他のキャラクターでもいけるよね。うん。まあサブアカの場合ね、カルロス持ってないんで、バレンシュタイン欲しいなっていう気持ちはあるんですけど、ね。上限アップがディフェンステクニックということで、まあ結構限られちゃうんですよね。場所的に、使う場所的に限られるイメージがありますので、自分のサブアカは引きません。で、先人なにここね、無課金アカウントでもむちゃくちゃやりたいよ、やってるよって方であれば、まあ、エスティアね、35でもゲットしといた方が楽になるかもしれませんが、あまりこのガチャは無課金、未課金向けでは自分はないと思ってます。ね。まあ、やっぱり、エスティアが強い。で、やる規模700。でも50。で、バレンシュタイン、リオンは、まあ、強いけど、まあ、そこまで。っていう感じになってますので、引かない方がいいかなと自分は思ってます。無課金、美課金は引かない方がいいかなと思ってます。うん。まあ、美課金の方であれば、ワンチャンこっちだけ引くのはありかもしれません。SR1 枚手に入ります、確定で。で、PSR チケットも手に入るし、まあ、パワースターがね、50個、有料、優勝限定ガチャなんで、優勝限定のパワースター、50個で回せるますので、まあ、こっちであれば、ワンチャン、うん、美課金であればいいかなと思われます。うん、まあ今後ね、12月。この12月で結構強いキャラが出る予定となってます。毎年毎年ここでは強いキャラクターが出ておりますので、そこに温存かなーっていう感じはありますね。はい。で、あと、レムリア水産高校の育成超応援ガチャとしましては、まあ、パシフィスで見る手に入るんですけども、現状 PSR の確定はないです。うん。PSR の確定枠ない。それを考えると、正直これはもう微妙かなと思ってます。まあ、無課金、未課金はもちろん引かないが、ね、当たり前なんですけども、まあ、課金者でも、まあ、レムリア水産高校の前回のガチャ引いてない、ね、最近復活された課金者であればワンチャン引いてもいいかもしれませんが、基本的スルーでいいと思います。ね、7回目以降はもうちょっと、ね、PSR 率4倍とか3倍とかにしてくれれば、3倍じゃちょっと少ないな。4倍ぐらいにしてくれればまだ価値は上がってくるのかなと思われますが、うん。まあ、この辺は引かなくていいと思われます。あとは、前回お話しさせていただいている内容でございます。まあ、話すとすれば、レジェンドの、新登場ガチャ、そして、ダンマチコラボ、どちらがいいかと言われますと、今回に限っては、無課金だからこっち、美課金だからこっちというのはございません。まあ、今、やってることですね。まあ、自分の、ボックスと相談してください。まあ、例えば、ヘスティア、ね、やる規模なを集めて、先人伝高校やってるよって方であれば、このダンマチコラボの方がいいかもしれませんけども、まあ、センターフォワードとか、あと、シャビを使って、ボランチとか、作ってるよって方であれば、まあ、こっちの方がいいのかなと思われます。まあ、それか、まあ、温存ですね。うん。まあ、それは、最後は皆さん次第でございますので、うん。決めちゃってください。まあ、自分はちなみに引きません。ということで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつめたー。